こんばんは。こんばんは。さあ始まりましたね。高橋君ですね。今日ここの日本放送に来て、エレベーターのところの前にいつもなんかいろんなチラシっていうかニュースみたいの貼ってある、掲示板みたいな、この日本放送に関するお知らせみたいな、それ見たら、あのほらこのスタジオにも貼ってあるけどさ、日本放送のアナウンサーの女子アナウンサーの方々のカレンダーみたいなやつ、あれめちゃめちゃヒットしてるんですってね。マジもうそれは周知の事実ですか、日本放送を聞いてくださってる方々と。どれぐらい売れてるんですか、このスタジオ。いや、なんか俺がさっき見た記事によると、8000部をまあ作っているものはすぐソールドアウトしてるっていう話。だから皆さんも声しか聞いてないから、そうなんかどういう方なんだろうっていうような、ちょっとミステリアスなんだね。需要があるんだ。あるんだよ。そう、僕らの番組の中でもさ、ちょいちょい触れてるじゃないですか、だから興味があって見てみたけどさ、やっぱあれかなり本格的に撮影されてるんですよね。もちろんこういう言い方したらすごい失礼ですけど、出ていただきましょうよ。そうそうそうだ、俺もそういうふうに思って。そう、お若い方では20代前半とかの方もいらっしゃるでしょうし、ベテランの方もね、そうそうそう、いらっしゃる、何年もねアナウンサーやられてる方もいらっしゃるでしょうし、僕ら2人でさ話すのももちろんいいけどさ、たまにはそういうやっぱプロのね、声だけを生業とされてる方々のさ、そうですよ、助けをもらったらまたね違う大倉さんの表情だったりとか。なんで俺やねん自分抜かして、なんで俺だけ。なんかだからあれじゃないですか、怖い色があるかもしれない。なんか違う視点が。そう、いや、なんで怖いよ。怖い色ね。それは変わるかもしれない。違う違う、大倉さんの怖い色変わるかもしれない。いやいや、やっぱり。それはもう家にかかってきたおかんみたいな子に、もしもしみたいなことに俺らがなるかもしれない。そうそう。そうですかーって言ってね。声張ってんなって。そうそう。そういうのもいいんじゃないですか。たまにはね、なんか色が、花があって。いや、だからそうやって、だから毎週出ていただくっていうことで、でこうカレンダーのいくつか俺らにバックしてもらって、そうだからまあね、今僕が今この話を出したのもね、他でもなくてね、来年のも完成したっていうお知らせだったんですよ、そのマジだから今年の分をそれを言うか見たわけでしょ。そうで、それはもう足りないみたいなことが全部作ったけど足りないみたいな、ね、そう売れてるよっていう記事と、来年の撮影12月までのことカレンダーの話ですよね、それ。そう、その経歴としてね。来年のがもうできたと。できたんでしょ。で、ほら、これ今なんか早速来たけどさ、ほら、こういう感じですよ、大倉さん。ちょっと待ってよ。各局出してるの？あ、テレビも含めて、アナウンサーの方々はやっぱりこうやって、その。こういうカレンダーがあると。うん。でもさ、やっぱり、2018年、アナウンサーの方、日本放送にお勤めのアナウンサーの方も、やっぱり、ね、給料というかサラリーマンというかね、お給料制だから、そうだよ、だからこれが何パーセント売れてこう入ってくるっていうのはないと思うんですよ。まあ、あくまでもこれは日本放送になっているから入るお金、そういうのを変えていきましょうよ。あ、そっか、変えていくの。そうなってくるとモチベーションも変わるじゃないですか。あ、この女性アナウンサーの方々のこのポージングも変わるかも分かんないし、ね、変わるです、変わります。だから着てる服も変わるかもしれないですよ、そうだよね、もうすごいギリギリになったりしてね急に私たちは言ってないけどっつってね。逆にそうだよね、だから、私本当は、こういうポーズじゃなくて、自分にもし利益があるんだったらこっちもやっちゃうよって内心思ってる方も、ここに対してのモチベーションっていうのはそれは必要なわけです。それはそうですよ。これはこのポーズっていうのはあくまでもやっぱりみんなのためを思ったポーズと捉えていいわけですからね。そうですね、だから今聞いてくださる方とか、会社のことももしかしたら考えてるかもしれないけれども、そうですよ、もしかしたらカメラマンが後ろ向いて振り返ってって言われてるだけかもしれない。ああ、そうだね。じゃあそれがね、もう自らやってくださるかもしれない。振り向くどころじゃなくなるかも。そうそうですよ。そうだよ。バク転するかもわかんないよ。バク転ブリッジしてくれるかもしれない。いや、そうかもしれないじゃないですか。そうですよ。そういうシステムからね。そう、だからそれを俺たちの番組に出ていただいて、でそれをもう訴えることによって、ちょっと本心語っていただいてね。そう、リスナーの方もね、応援する形になって、日本放送無視するわけにいかないと。そうだよね。いう形になったら、僕たちの番組にもね、やっぱりちょっとバックがあると。あ、それいいじゃないですか。いや俺たちの別にね、そのギャラなんてどうでもいいわけですよ。そりゃそうですよ。だから番組がね、続くこと、潤うことが続くこと、ね、聞いては日本放送が、ますますのね、
発展そうです、ね、していくために乾杯か乾杯ないさそういうことになるわけやからそうって思うもんだってさ、うん、あのまあ年末で大倉さんもいろんな番組にね今出られてるって話先週もしたけどさあ音楽番組とか音楽番組とかさ、ねうん、まあ司会の方とかさ、はいまあ、だからこの日本放送の女子アナウンサーの方とかも、うんうん、意外とこう自分のキャラとかはあまり出さずにね例えばゲストの方とか、そうそうそう、そういう人たちの、なんだ、話を転がすためのあくまでも、潤滑油のように、まあ、徹するじゃないですか。うん、そう、だから、彼女たちの本音とか、うん、その子たちが本当は何をやりたいと思ってんのか、みたいなことって話す場所って意外とないんじゃないかなと思う。ないと思いますよ。そう、大倉くんと高橋くんに来てもらったらさ、うんもう僕らねそれこそあのいつものやっちゃったテレフォンみたいなさやっちまったテレフォンのようにさだからもう番組名書いてね大倉君と高橋君とアナウンサーというそ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 うやっちまったアナウンサーでいやもうやっちまってたらあかんじゃんそういうエピソードもね聞いてそう本音を ねっていうのをやったら僕ら聞き役に回って1時間半の生放送っていうのたまにはこれ結構いいんじゃないかと思ったんだよいやいいと思いますよ僕たちってもう、ね、あのこの番組 2,3 年続いて一人もやっぱりゲストの方をね今のところねなんか足のツボを押してくれる人とかさそうそうそう俺の今変わってっちゃったけどマネージャーが出てきて急に喋ったりとかさだいたいこうね裏方の方、うん、裏方の方でしょ僕ら以外の声っつったら毎週石川さんの爆笑の声しか入ってないからね基本的にはだから俺たちの番組で何がプラスがあるんだって思ってるかもしれないですけどそうこういうことがあるんだっていうねちょっとフォーマットを作ってそれいいよああいいんじゃないかっていう大倉くんと高橋くんという名の登竜門をね、うん、通過してまた日本放送の何かみたいな風になってったらさだでももう今一流の方がそういうのにはもうちょっと俺らもねおこがましいわけですからそういうことはできないけれども、うん、こうやっぱりあくまでも会社のね会社内から始めたら別にプラマイゼロじゃないですかそうだよそうだよ会社の中ではねそうだから大丈夫だなと思うんですよ、うんうんうん、やってもいいじゃないかといやいいと思いますよ僕らのだって2人の話なんて言ったらねやっぱ基本的には本当に変わり映えのない、うん、まあね出前頼んださ昼まで寝てたとか、ね、そうそうそう夕方のニュース番組の終わり際に目覚めてね、はいはいはい、ああまだ早い方だってちょっとまだ日があったって言ってさ、もうそういうことになるんですよそうなっちゃうから、うん、そういう話ばっかりやっちゃうからそういう話をね、うん、いかにも新鮮に話したりするからねそうそうそう今までしたことないかのように話したりするからね初めて話したみたいにもう何度も話してるね何度も話してるんですけど、うん、そう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 やっぱ変わり映えがないですからそうたまにやっぱり我々二人以外の声を届けしたくなるよね、うん、そうなんですよだから意外と、ね、だからみんな思うんやけど変わり映えないんですよ毎日的に言ったらそうだよ、うん、そうなんだよリュウ君はありますか最近俺の最近の変わり映えといえばね、はい、俺んちのトイレ壊れてさこれすげえ悩んだの俺なんであのズッポンってやつは持ってないのいやあ買ったのそれもでもねちょっと待ってもっと根深いもんだったの俺のトイレの壊れ方が何根深いってでも賃貸に住んでらっしゃるんですよねそうです、うん、賃貸に住んでいて、はい、まああの洋式の手洗いでね、うん流すじゃないですか、はい、したらまあ、いろんな形あるかもしれない、まあ、流れてさジャ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 って流れた後でなんかこうフューフューってこうなんかそういう段階を踏まないトイレって、ね、ちょっと待ってその音だけのところはちょっとわからない今なんていうの音段階で言うとさどうなって戻ってきたの押しました、うん、なぜ消化台かカチッと押しました押したら押すと吸い込んでるよねって流れてその後なんかフューっていうのは戻ってんの水がいやいやそれ吸ってんのよなんかあずっと吸ってんの吸ってでほって吸った後でいや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 って水が戻ってきてまた溜まって終わりっていう大きく分けて3つの段階が俺んちのトイレあるわけジャバー流れてヒューって吸って一呼吸置いてシャバーって水が溜まってはい、はい、元通りみたいな、うん、大きくね分けたらゆうくんはそう見えてんのねそうな見えてたんだけど、うん、その2段階目のヒューって吸われるやつが止まんなくなったの、うんうん、ずっと吸ってんのジャーって流れてヒョーってなってすげえなそいつ40分ぐらいずっと吸われてるわけ、うん、で俺もうすごい悩んじゃってどうしようって思って、うん、なんで悩むの、うん、だってその後にさピョーって吸ってても、うんうん、その戻ってくる時に、うん、あのクリーンな水であればいいわけじゃないですか、ま、そうだけどそのヒョーって吸われてる最中も、うん便器のなんか端っこの方から水シュワーって出てんのよ。
あれ多分水道代すげえかかってるのよ多分。ああ、だからその前までと様子が違うかったの。様子違うのよ。だからショーって吸われてちょぼ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 って水が溜まる段階がどれもやっぱり適度な時間で、あのテンポよく終わってほしいのに、まあね、うん、長い長いとショボー吸われたまんま40分、しかも結構な音40分とか本当1時間ずっと吸ってる、ずーっと吸ってるし水出っ歯なのよ。おかしいな、おかしい、おかしい。でしかもなんか うるさいし、うん、そうチューペット吸いっぱなしってこと。そう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 、なかなかの細いところのやつ出てけへんなみたいなそうそうそう、そう、それをずーっと俺の部屋がやられてる状態だよもう。だからそれトイレ出てからもずーっとずーっとなってんの、うん、でだからテレビとかつけてても、うん、テレビで音量下げるとトイレの方から聞こえるの、ひょひょひょ、あ、まだ流れてる。でトイレ近づくと、うん、結構な音でロー、って流れ続けてて、うん、で45分ぐらい待ってそのひょう止まりました、うん、したらでその後パシャ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 って水が溜まる段階がなくなったの。おう、だから本来であればあの台のさ便器の中には一定量の水が溜まっていないとおかしいでしょ。まあそうね、それがな、うん、溜まらない状態になっちゃったの。え、もう無無だからあそこの無ってことある、あの時あそこの俺は経験なかった、そこが無なところ、うん、今までは大体ね、なんか和式じゃなかったら絶対無じゃないよね。そうそうそう、うん、なのに無なの。迎えてくれるやつがいたいな、そうそうそう、迎えてくれるやつが迎えてくれるやつがねいるはずでしょ、うん、いなかったの。いなくて、うん、全然ご不在で、うん、でその穴の奥ってさ、要はもうあれもう未知の空間につながってるんですよ。まあ知らないよね、要はその奥は。そうなんだけど、あのだから俺初めて嗅いだ匂いだったの。あのその穴の奥の奥の匂い、奥の奥の方の匂いがフローラル、フローラルじゃない全然フローラルじゃないの。夢がない匂いね、夢のない匂い、なんかもう灰色っていうか、 あのもうなんか生乾きみたいな、生乾き、もうどう表現していいか分かんないけど嫌な匂い、嫌な匂い、嫌な匂いがふーんってしてて、うん、俺の部屋中とまではいかないけど、うん、トイレのあたりで、僕んちトイレとお風呂場が近いんですけど、もうだからお風呂とか入ってても下水の匂いだよねきっと、うん、がずっと充満してるわけ。だからそれよりだったら長やれ続けてくれてる方が一応吸ってくれてるわけじゃん。まあね。って思うから、うん、お風呂入ってる最中でもその匂い嗅ぎたくないから台っていうやつピチって押せばよーって流れ続けてくれて、あーもうそれを続けないと匂いを吸い続けてくれるから、うん、その状態で風呂とか入ってて、うん、40分ぐらい吸い続けてほしい。不動産屋さんに連絡しなさいよ。そうそう、で、うん、そう、俺これ性格なんだろうな、すぐにそういう風に連絡しようってなんかならなくて、うん、自分でどうにか解決しなきゃいけないって思っちゃったんだよね。なるほど。それでズッポンも買ったの？ズッポン買ったの、うん、ズッポン買ったし、うん、なんかこれは俺はトイレに対してなんか、うん、俺態度悪かったかなとか、なんか変なこと考えちゃってなんでよトイレちょっとスピリチュアル的なことだからなんか洗ってない部分あったかもと思って、うん、これを機にめっちゃ俺あの感情ないよあいつ流せるほら流せるあのクリーナーみたいなのあるじゃん、ウェットティッシュ流せるクリーナー、はいはいはい、それを俺すげえ4パックぐらい買ってきて、でめっちゃじゃあゴシゴシ拭いたりとかして、ご機嫌伺いながら、ご機嫌伺ってピッカカンして、意味わからん解決の仕方がどうって、これでご機嫌直してくれるっていう感じでやったわけ、うん、それであの流せるやつを、うん、パタンってトイレに捨ててさ、はいはい、やって流したらさ、うん、やっぱ1時間くらいひょーって全然許してくんないわけ、余計怒ってるわ、うん、こんなんじゃダメなんだよと、まだ吸い込みづらくなったわって、そうそうそうこっちは乾いてんだと、うん、もう水溜まってねえし、問題は表面じゃないんや、表面じゃないの、もっと根深いんだと言ってるわけよ、はいはいはい、トイレが、はいはい、そうで俺もうずっと向き合ってさトイレと、うん、何ダメだった俺そんなにとか思って、で気づいたの、うん、そのひょーって流れてる最中は何をやったってもう無理なんだけど、うん、そのひょーの吸い込まれる40分が終わった後は、うん、ポトンって止まって無になる、で水がたまらないっていうことは、うん、たまらないけど多分この状態のところに例えばペットボトルかなんかで水溜めて、そこに水溜めればたまるんじゃないかと思ったの。ああ、水がないからね。そう、水ないから、うん、そしたら水がそこに穴を塞ぐぐらいたまれば、うん、匂いは消えるんじゃないか、まあね、って思って、うん、下から来るから、そうやってみたら大正解で、うん、そうだから500ミリリットルのペットボトルだとあれ足りないのよ、うんうん、
あそこの お水ってほんのちょっとに見えるでしょ、うん、でもあれね1リットル以上は入ってるんだよ。だってさあれ、うん、あのある程度の水が溜まったら流れる仕組みでしょ確か。あそうなんだ。そう、あそれは俺今初めて大倉くんから教えてもらった知らなかったの。それを注いでたの。そうそうそう。で、うん、注い、1リットルの。ウェルカムウォーターをずっとね。ウェルカムウォーターを。ずっとね。1リットルのペットボトルがちょうどよかったの。ウェルカムウォーター。で、そうそう。だからもう、座って、自分が用を足す最中に、うん、俺のお手洗いのすぐ横のところに。もうウェルカムウォーター付きでね。そうそう。横にすぐ、ちょっと顔洗ったりする洗面器あるから、お手洗いしながら1リットルのペットボトルに水を注いで、溜めて、ペットボトルに。それで流して、ひょーって流れて、その流れるのを止まるのを待って、終わったらそういうにドボドボドボって水を流やって、穴を塞いで、っていうのを、俺、言ってなかったけど、ここ2、3週間ずっとやってたの。もっと早めに言いなさい。そう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 。で、言ったってことは肩がついたってことね。そう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 。うん、僕基本的にこう、ネタにするの事後報告にしたい人だから。そうだろ。悩んでる最中に言うのってさ。最中は嫌なの。なんかもう、みんなのこともモヤっとさせちゃうかなと思って。いや、いいやんか。それでだって解決方法が送られてくるかもしれないし。そうだね。うん、確かに、みんなに相談すればよかったね、うん。ごめんごめん。こういうとこ俺の心の壁がまだ熱い証拠だよね。いやいや。これ壊していきたい。いやいや、リスナーに壁あんのかい。だからそれに関してはだって、どう、解決したんですか？それで、俺すぐ気づけばよかったんだけど、うん、俺のそのトイレの便器の蓋のところに、そのトイレ会社の電話番号思いっきり書いてあったわけ。はいはいはい、だからここに電話すればよかったんじゃん。おー、みたいなやつがね。うん、あ、ごめんなさい。そういうよくね、あるやつ。はいはいはい、で、ペットボトルの水ドボドボドボって注ぎながら、あるじゃんって気づいて、うん、で、電話して、うん、そしたら、なんかまずコールセンターみたいなところに繋がって、で、自分のこう住所とかバババって言って。トイレのその便器メーカーに連絡したのね。そう。あ、ね、うん、だからそれもいろいろ自分の後で思ったよ。あ、管理会社とかさ。遠回しやったかね。そう、ちょっと遠回しだった。うん、でも、結局、まあ、結果往来だったのか、まあその修理する人が来てくれますってことになったわけ。おー。そう、なんだけど、あとは、そのコールセンターの後は、修理する人の携帯から直接電話が行く感じになりますって言われたわけ。おー。だから番号教えてもらっていいですかって言われて、自分の携帯の番号そのコールセンターに。まあ、来る日というか、来る時間の前に。そうそうそう。あとはその段取りはその人と決めてくださいみたいな。で、これがまたね、本当に合わなくて、今度その人と俺が。逆に電話、おそらくその番号だろうなっていう番号から電話がかかってきた時は、届かない電話ね。そうそうそう。その時俺なんか例えばテレビ出させてもらってたり、うん、なんかレコーディングだったりリハしてて、携帯を見てない状態の時に着信履歴が残ってるわけ。うん、そう、それで、俺誰だと。あ、誰だって思って、あ、でも多分そのトイレの人だなと思って、うん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 、で俺電話かけたりするともう繋がんないよ。トイレの人結構引っ張りだこらしくて、うんうん、全然繋がんないのよ。はいはいはい、そう。で、繋がんねえなって思って、そうそう。そうね。そう。それで、トイレの神様全然繋がってくんないからそうだから俺はまあ、いつか繋がるだろうと。で、うん、いくらなんでもそういうすれ違いってさ2日3日だろうと思ったけど、まあまあまあね、そう逆の方の奇跡が起こってそれはそれでまた2週間くらい繋がんなかったわけ。あらら、全然、うん、だその最中もだからトイレ来てくれるって思いながら1リットルの水を注ぐ切ない気持ち、はいはいはい、やりながら1リットルの生活が1リットルの生活がなんかいろんなドラマとかのなんか近いのをかすってるけど、ね、そう うちのメンバーが出てます。ああそうかそうかそうか、そうか、涙ではないですかね。1リットルのペットボトルですけど、はいはい、そうですね、申し訳ないけどこっちは水ね、そうです、トイレの話ですけどね、うん、そうで、トイレの神様とややこしいな。ようやくいろいろ巻き込んでいったようやく、今週ですよ、はい、つながって、あ、よかった、そう、来てくださったんですか。来てくださって、来てくださった方もね、うん、もう本当に言ってくれたよ、いや、ようやくですねとか言われて、ね、やっとつながりましたね、ずっと連絡してたから、僕はずっとすれ違ってましたねとか言われて、で、来てくれて、来てくれて、で、無事に治ってですね、修理してくれたんですか。修理してくれました。原因は何か分かりました。なんかね、やっぱ僕今のところに住んで、うん、まあまあ経つんですよ、はいはいはい、年数がね、年数が経つんですよ、うん、だやっぱ定期的に お手洗いってやっぱ変えたり修理したりすべきなんですってね。ああそっか、メンテナンスしなきゃいけない。そう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 。ゆうくんの何かこうごついわけでもなく、うん、ああそうだと思うよ。
別に そんな俺ごついものじゃないはず。わからない、それは日による。まあ人と違うわけでもないから。人と違いはしないと思うけどね、うん、たまに結構あの写メ撮って見せたくなるぐらいすごい立派なのする時あるけど。やめなさい。、まあ、ご飯みんな食べてないからいいやろ。まあ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 、まあ、ごめんね、夜中のカップラーメンのタイミングやったら最悪や。ごめんごめんごめん、申し訳ない。まあでもね、それ立派な、うん、立派なん関係ないな。そうだから、それは別に人と変わらないわけだから。それは変わらないはずなんだけど、うん、ただやっぱずっと使ってたから、うん、単純に老朽化していて。そうね、だから水回りとかってやっぱすごいからね、汚れとかも。そうそうそう、やっぱ、うん、なんだかんだ部屋の中で一番使うものじゃないですか。そうね、お風呂とお手洗いと洗面台なんていうの、うん、朝と夜とかね、うん、そうですね。そうそうそう、だからあ、それだったかと、はい、トイレすごい俺に対して怒ってたようだけど、うん、俺は表面上のことしかお前をなでなでしてあげられなかったけども、うん、いやもっとあれだ、倦怠期だったかと、長く長く一緒に過ぎたせいだったかっていうことで、うん、なんかええ話の解決 したっていう話、うん、あそうね、よかったよ。それ解決して、それ俺のな何かのちょっとした変わり映えした話だよね。でもそれにさ時間を割かれてたあれがあったわけでしょ、だって1リットルのね、1リットルの水を注いでる時間はもうかなり、ね、いやちょっとそのさ、うん、なんか例えるの気持ちよくなってる感じやめてくれ。途中から、途中からトイレの神様待ちで、神様待ちで、うん、そうそうね、だから良かったですね。そう、でもそういうのはやっぱりもう異変があったらすぐやっぱりオーナーなり、うん、大家さんに知らせるべきだと思いますよ。うん、すぐ連絡できます、大倉さんって。できますっていうのも変な話だけど。します、する。はい。ああ、そっか、そこはやっぱ行動力ですよね。いやいや、まあ、基本的に自分は悪くないと思ってるので生きてて、まあ、そうだよね、はい、そうなんだよ。あ、これさ、いや、ゆうくんだから人がいいんだと思いますよね。やっぱ俺に何か悪いんじゃないか、俺のなんかやっぱりあれが硬いんじゃないかとかいろいろ思っちゃうわけですよ。ゆうくんは思っ太いんじゃないかとか思ったのよ俺、うん、なんか俺の、うん、座り方とか悪かったのかなとか思ったの。さ、うん、最近俺気づいたんだけど、はい、なんか違いがあるんすか。まあ、基本的に大倉さんもあれでしょ、あの洋式の方がお好きな方じゃなかった。和式は辛いっすね。でしょ。いや俺ね、何がなあれっていうと、ウォシュレットがあるのがやっぱり一番いいんですよ。あ、そういうお話もね、はい、ちょっと以前熱く二人で語らったことがあるじゃないですか。そうなんです。俺もウォシュレットがすごい好きだったりしてて。好きなんですね。で洋式が好きなんだけど、ええ、でもまあ、なぜあれほどまでにね、はい、和式というものが今も健在してるのかと、ええ、みんな洋式が好きなはずなのにって思ったんだけど、うん、うんうん、続きは CM の後でもいいですかって言われちゃった今スタッフに。いや今何を続きにすればよかったよ。とりあえず様式と和式が好きだっていう様式が好きで、話はそう、俺が最近一個ね気づいたことがあるわけ。ああ、だ それが CM の後で、その CM の後ということで、そろそろ今週もどんな終わりやねんショー。俺でもサタデーフィッシャーの大倉くんと高橋くん。こんばんは。たまに気を使って CM 中にゆうくんの分までコーヒーを取りに行ってあげたりすると CM 明けに間に合わなくなる感じね。先週のあれですね、うん、いやすぐかるからね俺。いやでも僕はね嬉しかったです。あのコーヒーひときわの味がしました。そしてたまに生放送中豚バナというレジェンドレアキャラを出してくる高橋優です。レジェンドレアキャラなんて言ってもらえて嬉しいけど、結構初めの方はねすぐ出てきたんですよ、ね、そう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 。ちょっとねできる限り封印しようとして、たまに出ちゃうんですね。 CM の後トイレの話。関ジャニ∞大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さて毎週土曜日の夜、男2人が集まって生放送でお送りしている週末の反省会的なこの番組、はい、今週もラジオの前の君からメールで今週1週間の失敗談、やっちまった話を大募集します、はい、学校、職場や部活、バイト先での人格を疑われるような失敗、彼氏彼女や家族とのクリスマスをめぐるいざこざ、うん、ほんの出来心でしたいたずらが米軍まで出動する大騒ぎに、などなど君のやっちまった話待ってます。国際問題なってる。同じ内容のメールは1人1通で OK、うん、メールにはやっちまったエピソードと、いつもいらんわそんなもん。はい、すいません、はい、どう
俺らがどう処理するんだってことだよね。いや、お前だよ、本当に。いきなりニュースになるからね。次の日のトレンド1になっちゃう。大倉君と高橋君と米軍っつって、ね。メールには、やっちまったエピソードと、はい、やっちまった君が今聞きたい曲のリクエスト、そして詳しい話を電話で聞かせてほしいので、今連絡がつく電話番号を書いて送ってきてください。番組のメールアドレスは、ot@allnightnippon.com、ot@allnightnippon.com です。電話でやっちまった話を聞かせてくれた人には、番組グッズの一郎をプレゼントします。はい、君のやっちまった話待ってますということで、はい、ということでここでメール来てますね、はい、杉並区ドラミちゃんから。ドラミちゃん、ゆうくん、はい、私は不動産屋さんでマンションなどの管理の仕事をしているのですが、そういった場合はすぐに管理会社に連絡くださいと。トイレメーカーに連絡するのもこちらでしますよ。オーナーさんの持っているお部屋ですから、設備不良はオーナーさんの負担でしてもらえる場合が多いですと。そうなんだよね。ちなみにその時の修理代はゆうくんが支払われたのですかと。そう、え、払ったのよ。マジ？そう。じゃあ、ゆうくん、それは違うよ。じゃあ、だからね。じゃあ、ゆうくん、それ、いくら儲けてるからって言って、それはしちゃダメ。いや、儲けてるわけじゃないですけど。いや、それだって、もうだって、直接しちゃったら、だってそこはもう、管理人との間をもう通してないわけやから。うん、そうだね。でも、結局はゆうくんがそこの部屋出た後も、うん、違う方が入るわけで、うん、で、その人はゆうくんが、修理したトイレを使うわけで。そうだね。でそれはだって支払う権利というかそういうものは別にね発生しないわけだって。わかるよ。わかる？わかるわかる。わかるの？わかんのよ。なんでそんなかっこよく言うの？いやかっこつけてるんじゃないの？これはね、これはなんかもう、謝る。謝る？謝る、謝るっていうか俺のなんかあれだと思う。人のこういう性格なんと思うの。ああ、なんかさ、なんていうの、例えばね、飯とか食いに行ってさ、なんだろう、たらこパスタかなんか頼んだとして、うん、例えばね、そのたらこパスタを頼んだのにもかかわらず、うん、違うなんかしじみパスタみたいなの来たとすんじゃん、うん、その時に、うん、結構やっぱ誰かと一緒に飯行ってたらさ、うん、大抵の人は、うん、いや、ゆうくん、たらこパスタ頼んだのに、しじみパスタ来たじゃん。うん、これ言おうよって言って、うん、作りなしてもらおうよ、うん、みたいなことやるでしょ、うん、せめてな、アサリやな。アサリだよね。アサリアサリ。なかなかね、ちっちゃい貝のパスタ。なんか最近この、二日酔いに効くから、しじみしじみとか。まあまあね、しじみ汁、ね。しじみ汁とか言うから、うん、アサリパスタ。アサリパスタ。アサリパスタ、例えばね、来ちゃったじゃんっつって。間違って来たと。来たと。うん。で、そしたら、タラコパスタ、作り直してもらおうよ、みたいなことを言う人がほとんどでしょ。うん、まあね。俺、全然それでアサリパスタでいいのよ。しじみパスタでもいいのよ。まあ、いや、俺は、でもわかるよ、俺も。なんかわかんない、その、なんて言うんだろう。あのね、うん、苦情を言うことに関しては別に全然大丈夫なんだけど、うん、それによって余計に時間を割くのが嫌なんですよ。そう。うん。んな、どういうこと、どっち今のどっち、今のどっち。だから、そうって言ってくれたよね。アサリパスタでいいってことでしょ、大倉さんも。そう。そう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 。そうよ。でも、そのことによって、うん、例えば、もう一回タラコパスタを作り直してもらうほど、うん、タラコパスタを求めてないのよ。そう。そう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 、うん、それ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 。それでいいの？それでいいの。よかった。俺もそれなの。よかった。で、一回なんでどっか行ったの？いやいやいや、なんか、どっか行っちゃったの一回ね。そうそう、うん、その、うん、だから、もう一回誰かの手間とか、うん、なんか自分の何か、その曲がったことが大嫌いをいろんな人に押し付けることによって、はい、揉めるのも嫌だし。二度手間とかも嫌だし、うん、揉めるのも嫌だし、うん、時間を割くのもめんどくさいの。いやいやね。そう。要は多分俺がすごくめんどくさがりなんだと思う。うん、だから、俺がちょっと曲がったことで済むのなら、うん、ちょっと曲げとこうって思うのが結構俺の性格なんですよ。うん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 、で、管理会社とかに電話してね、そのトイレの話に戻るけれども、うん、まず一回俺がまあそのトイレの会社に直接電話しちゃったのがまあそもそもの俺の間違いなのかもしれないが、うん、はい、でその後に管理会社にも電話してスケジュールをこう組み立ててもらったりとかして、でお金の発生はどうするかみたいなのをやってもらうためにはさ、何人かのことを俺のトイレのために経由しなきゃいけないじゃん。まあね。でそのために何号室の高橋優ですとかって言わなきゃいけないでしょ。でもそれもう俺すごい煩わしいと思ってしまったわけ。優くんって本名？本名です。本名か。うん。3年目の真実。僕が高橋優という名前で生まれてきました、この世界に。そうね。ええ、いや、まあなんか、いや、僕もわかるんですよ、すごくね。うん、ああ、わかってくれる？わかる。その、一回ね、例えばその事件が起きたとして、僕はすぐ管理会社に電話しますけど、うんうん、
管理会社を経由することによって、うん、家に来る人数が増えるんですよ。うん、言ったらその、修理する方と、うん、そのトイレのおーおーみたいな人がそう2人来るとして来るでしょ。でそこに管理会社の人が1人来て、うん、じゃあもう晒しもんなわけですよ自分は、うんうんうん、もう自分の部屋、うん、あのまあまあまあそのトイレまでの部屋の中っていうのも、うんうん、もうなんかいっぱいの人に見られるっていうのが結構ストレスなんですよ、うんうん、俺誰にも見られたくない部屋を、うん、もう、うんうん、あの配達の人に見られたくないし、うん、だからなるべく見られたくないから、うん、だからそんだけ人が入るのであればって思うんやけど、うん、そう、もうまさしくそこまでが僕の考え方でした。でも、うん、ねすごいやっぱ無駄なお金なのと、うん、言ったら、管理してる人のことを考えると、うん、あのどうでもいいことやと思うの、まあ、そこに来ることとかね、そういうも、そういう問題がもう日々起こってるわけやから、うん、そうだね、マンションなんかで言うとさ、そうだね、もう20部屋30部屋とかあるわけでしょ、うんうん、まあ、もう日々なんかこうやって行ったり行ったりとかして、うん、まあ、もう今日はこの部屋かとかなってると思うのよ、うん、でその中の一部屋やからっていうのに行き着くまで、うんうん、いやでも俺は管理会社悪いやろってなるまで、うんうん、ちょっとあったんですけど、うん、でもやっぱりねちゃんとやってもらわないと管理してるわけなんだから、まあそうだよね、そうそうだよね、それ管理する人の仕事も考えたら役割がね、そうだね、違うわけだから、それは分担で、そう、俺のトイレのことを把握してもらうっていうのも一つの大事なことじゃない、うん、そう、賃貸契約するときにはその契約をしてるわけだから、うん、そうだね、うん、契約と違うことしちゃった、いやだからいや違うよだからでも、うん、ゆうくんが頼んだことによってね、うん、だから管理会社が儲けたわけですよ、うんうんうん、ね、その人たちが払わなきゃいけない、ね、ものを、でも、うん、ゆうくんにとっちゃ経費に なるのかならないか分からないけど、どうだ、ならないだろうね、でも、うん、管理会社からしたら経費になるわけじゃないですか、あ、なるかもね、だから別にね、うん、あのそっちに頼むことに関して悪いことなんて一切ないんですよ、うん、そうだね、まあ強いて言うなら入られたくない部屋に入られることと、うん、あとなんかスケジュールを、そう、トイレの感じを見られるのと、トイレの感じ見られるのと、うん、どういう使い方してたんだって思われるぐらいと、思われるぐらいでしょ、うん、そう、そこら辺が嫌なのよ、うん、それを思われたり、うん、人数感が増したり時間をこうすり合わせるようなことをするよりなら、ね、もうここで自分がいくつかのお金をね、うん、そう支払うことで丸く収まるものなんであればいいなって思うわけ、うん、なるほどね、そう、でもそこはでもこれ俺今こう電波を通して言ってしまってるけど、はい、多分結構な人たちがわかるよ、もう今すごい耳に聞こえてきてるもん、誰も言ってないかもしれないけどいやそれはゆうくん違うわって言ってるのはわかるわよ、そんなの、でもちょっといるはず、俺のこの気持ち分かってくれる人、いやちょっと自分が曲がればいいなら、別にそれで丸く収まっていいじゃんっていう、わかるんやけど、うん、その言ったら 1,2 万とかかかるわけやんか、かかったかかった、死活問題やから、まあね、その 1,2 万ってそうだよ、1円だって無駄にしたくないっすよ、うん、それは生きていく上ではね、でしょ、俺もだ、うわマジかって思ったもん、うん、結構すんなと思って、うん、結構するよ、するのよ、うん、そう、しかもなんか当たり前のようにこう取ってくよね、そうよ、なんかその領収書とかも出る機械持ってきててさ、うん、あのちゃんともうジュイーってやってさ、そう、な2万いくらなりますみたいな、ちゃんとそういうのは、そうで、ちょっとだけ、うん、あそっか俺が払うのかみたいなのはなるわけ、それそうそうそう、うん、でもまあいいやと、うん、そう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 、俺だって一回これ話したことあったっけな、あのね、まあ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、うん、この曲げられない曲がってもいい話で言うとね、うんうんうん、あのとあるこう、弁当屋さんっていろいろあるじゃない、はいはいはい、そこでカレーコロッケみたいな、うん、売ってたわけ、はい、それはもうバナー出て、あのでかいポスターが出てて、うん、もう今はカレーコロッケってドーンって出てたわけ、うん、で俺もうカレーもコロッケも大好きだから、うん、あの部活帰りに、すげえ昔の話だけど、うん、部活帰りにそのカレーコロッケを、うん、あの注文して買って家で食べようと思ったわけ、うん、でも俺んち秋田でさ、うん、そのカレーコロッケ売ってる弁当屋さんから俺んちまでって、うん、車で20分がかかるわけですよ、遠いな、そうで親に送ってあの、うん、迎えに来てもらって帰る途中に、うん、その弁当屋さんで買って、結構なイベントやな、そうで、もう家も帰って開けたら、あのご飯の上にコロッケしか乗っかってなかったのよ、おう、要はもうその弁当屋さんでカレーコロッケってあんだけ押してたのにカレーかけるの忘れてんのよ、ああ
でもね、なるほどね、そうダイソンコロッケみたいなお菓子をね、おかしいでしょ、どうやってもご飯進まないよね、進まないのよ、うん、でも腹減ってんだよ俺はもう、カスカスなの、そうカスカスやパサッパサのパサッパサなるよね、そう強いて言えばコロッケの中のちょっとしっとりとしたあのじゃがいもが、はい、あとカレー味がねカレーっぽい、でも普通はカレーのルーがかかってるはずだからまあね、そうそれがないっていう状態なわけ、うんうん、俺その時も結論から言えばそれを食べたわけ、うんそれだけを、うん、なんかそれ色っぽく言うね、うん、それでまあなんかもう俺はそれはもう俺高校1年生とかの出来事なんだけど、うん、多分俺そういうやつなんだ、まあ言って言われるだろう、泣き寝入り言いにくいのね、うん、そう泣き寝入りの人間だと言われるであろう、でも、はいはいはい、俺そういうところに曲を作ったりする種も入ってる気もしてるわけよ、うんうんうん、なんかそのついてないなってこともしかりだし、うん、なぜそこでカレー入れ忘れたみたいなところがさ、うんうん、何かもっと壮大な物語になってるかもしれないじゃん、はいはいはい、だから、うん、そうは俺食ったんだけど、はい、でも親にさえ言われたよ、別にそんなにね、うん、そんなミスを許してカレーご飯食うよりだったら、あ、うん、カレーじゃないコロッケご飯を食うよりだったら全然車飛ばして、うん、カレーかけてもらいに行くべみたいなことを言ってくれるわけよ、でもそんなことをさせたくもないわけ俺は、なるほど、ね、自分のカレーコロッケを食べたいという願望のためだけに、うん、俺以外の人間のご足労してほしくないわけよ、あ一歩たりとも、だから今でもそれが続いてるわけ、ね、ずっと続いてる、もう俺のなんか何かでなんか待たれたりとか、うん、そういうのも結構きっつい心も精神がもうどんどん削られてってる気がする、ああだからそれがもう、うん、トイレの修理にもつながるわけね、そういろんな人を巻き込む、巻き込むのが嫌で、うん、だからまあ誰のためにもならない、2万弱のお金だったのかもしれない、もしたんかいすごいやん、そうかかったよ、かかったね、そうそうそう、それだってもう0円やからね本来は、まあそうなんだけど、でもそのもう心遣いを考えると2万ぐらいみたいな、2万ぐらいとは2万ぐらいっていうのもね、うん、俺にとってはもう本当に大事なおかげですけど、俺の進路を比べると2万どころじゃないってことで、うん、まあまあそうです、ゆうくんにするとね、そうなの、うん、どうぞこれ、俺がもう借金しようともその辛い思いしたくないぐらいの感じね、借金ってなったらまたちょっと違うかもしれない、言い過ぎたわ、言い過ぎたわ、借金は辛いけどでも例えばさ、うん、お金を貸したりとか借りたりってよくないよね。よくないけど、うん、例えば友達、すごい大事な友達が。どう？どれぐらい貸せる？人に。どれぐらいかな。例えば俺だとして。大倉さんに金貸すってか。金貸すってか。いきなりカッペ感出されても。うん、いくらだとしても、何？紙に書いて見せて。俺は大倉さんだ、いや大倉さんだったら俺もできる限り全然貸すけど、貸すっていうことの概念というか、俺貸すって思わないことにしてるの、もし差し出すなら、そうね、差し出すって、うん、言い方あれやけど、まあ、貸すとして、うん、相手のことを信じてる信じてないとかではなくて、うん、相手にお金を渡すっていうことはもう相手のものに知ってしまうことじゃないですか、その通りでね、その後でなんかあの時こうしただろう、あの時こうしただろう、いやそれはお前言ってないよ、いや俺これ言ったよみたいな会話、俺すっげえ嫌なのよ、なんかあったのない、そういう時ない、でもなんかない、喧嘩とか口喧嘩とかしててさ、お金じゃなくてもさ、人と人のなんか言い合いの中でさ、うん、なんかいやごめん、今の大倉さんのちっちゃく入ったごめんの話して、今全然話関係ないけどみんなごめんね、ごめん、話があっちゃこっちゃして大変申し訳ないんだけど、話夢中になっちゃって今、うん、今俺ね一生懸命話してたけど、はいはい、そんな話がぶっ飛ぶぐらいのことが今目の前で起こってる、大倉さん今ごめんって言ったの、何にごめんって言ったと思う、いやすいませんでした、いやちゃうねんえちゃうねんちゃうねん、ゆうくんの話めっちゃ聞いてて、俺の話夢中になりすぎて、大倉さんね今ね、ペットボトルに蓋したまんま口につけて、それで水が出てこないことに気づいてペットボトルに向かって、あごめんって言ったの、いやいや違うよ、いや違う、どういうこと、いや違う、いや少しは飲めたの、はい、いやいやいや蓋してたじゃん今、いやいや少しは飲めてたのその状態でも少し入ってきてない、あぶれ出てきたの、そうそう、ちょっとあぶれ出てきた、うん、ごめんっていう言葉がさ、ちょっと外れちゃったね、ごめんごめん、本筋から外れちゃった、いやいやいいんだ、ごめんなさい、本当すいません、ちょっと俺ばっかり喋ってるし、いや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 、そうごめんごめん、もうこれで、うん、そうそうそう、かすかさないわね、
あ、そうそうそう。カス貸さないの話になってくるとちょっとドロドロしちゃうけどさ。いやもうあげるって思った方がいいよね、貸すっていうことはね。そう。うん、だからお金もそうだし、うん、例えば。何百万貸せますか大倉さんに。はい。何百万貸してほしいの何百万なんて借りられないよね。そのその時点でやばくない？やばいよ。そんな、こんな番組の中でさ、俺が大倉さんに実は何百万も貸してたらさ。いや、だから俺ね、何万も何百万も同じだと思ってて。うん。一緒だと思うんすよ。うん。結局は返ってこないと思うんすよ。いや、俺もそう思う。で、その借りたやつって、うん、自分から返すってまず言わないから。で、うん、なんか、その数万貸したことを、うん、え言ってくるみたいな感じになるんですよ、そういうやつって、うん、ごめん、1ヶ月前に貸した2万やけどっつって、うん、分かった分かったみたいな、ああそう、なんかさ、うん、なんかこの時に言ってくるお前みたいな感じの空気出されんのよ、借りてるのにね、 そっちは、うんうんうん、いや分かってるしみたいな感じがする、はあやしお前こっちは良かれと思って貸してね、いや、うん、なんで借りてるお前が上やん、うん、なんか改めて腹立つね、あの感じ、こっちが借りるみたいになっちゃったけどね、そう、なんかその時にはこっちがケツの穴ちっちゃいみたいな感じなんで、そう、あの2万ぐらいでお前言ってくるみたいな、うん、逆にお前2万借りる言ったら2万も稼がれへんのかお前そう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 、そういうことです、2万稼がれへんやつが2万かなんか求めてくるお前みたいな、うん、な感じになんのよ、わかる、あんなやつはもう何年経ってももう稼いでないね大倉さんもなんかあったなんかあったよねさあそんな熱い思いを込めて次の曲をお届けしたいと思います。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、電話だよ、もしもし、もしもし、はじめまして、はじめまして、おところ、お名前、年齢どうぞ、はい、京都府京都市千鶴穂、21歳、美術大学の3年生です。美大、美大か、はい、美大っていうのは何、その絵を描いたりなさるんですか。私は専攻してるのがデザインなので、うん、ちょっと絵とかまあ描くんですけど、うん、専門はデザインをやっています。どんなのデザインするの。そうですね、商品のパッケージのデザインとか、広告とか、紙面デザインっていってポスターとか、はい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 、広告物のデザインとか、そういうのってなんか勉強があったりするんだ、なんかベーシックなものがあったり。ああ、そうですね。その、デザインのその、考え方とか、その、まあ、技術的なことをもちろん教わるんですけど、うん、そこに至るまでの、こう、過程みたいなとことか、こう、教わったりとか、まあ、経験積んでる感じですかね。はい。大変やね。なんかさ、なんか一個教えて。教えて。クリエイティブなことじゃないそれって。そうね。何もないところからさ、はい、千鶴穂さんが思う何かを作り出すんでしょ。はい、どんなことを教えてもらえるのか、なんか俺らにも分かることとかある？1個なんかちょっと俺も曲とか書いててさ、はい、最近ゼロからね、そうゼロから何かを作り出すことでさ、こう悩みながらやってるけど、俺習ったこととか一回もないんですよ確かに、はい、習ったこと俺も ゼロやと思うでしょ。だからそういうところに行ってさ、うん、先生はさ、はい、生徒の皆さんに何を教えているのかってめちゃめちゃ興味あるんですよ、ね、そうね、だってそういうところに行くってことはさ、うん、そういう精鋭たちが集まってるっていうことやんか。そうだよね。っていうことはさ、もうこいつにはかなわないってやつが学生の同級生にいたりとかっていうのもあったりするんじゃないの。あー、そうなんですね。飛び抜けてるセンスのやつが、うん、なんか自分にはないようなそのアイデアとかその技術とか持ってる子がやっぱり周りにたくさんいて、すごい刺激になりますね。あ、でも切磋琢磨しながら、はい、うん、そうですね。でもそんな中で授業する先生っていうのが一番さ、プレッシャーじゃない。そうだよね。そうなんですかね。古いよって思う人もいるかもしれないでしょ。そうだよね。何が新しい古いかわからないけどさ、うん、もうそもそもがもう新しい考え方の人たちがこうさ、
新陳代謝していくわけじゃないですか。新しいね、その自分のデザインで新時代を切り開いてやろうみたいな子たちが集まってるんだもんね。そうですね。でも先生がやっぱりその、やっぱりなんでしょう、経験でなんかその実際してる仕事とかの数は全然その違うので、やっぱその授業でやってることはまあ模擬的なことなので、うん、実際にその仕事の場にやってなんかこんなことがあってとか、こういうクライアントからの話はこうでとかいう話とかは全然やっぱ先生の方が経験があるので、そっか、リアルなね、リアルなやつだ。そうだから職となったらこうなるんだよっていうんだけど、え、じゃあなんか どこの企業に入りたいとかあるんですか？企業まではまだ考えてないですけど、あのやりたい業種的にはあのその本の装丁だったりとか、その広告物のデザイン、やっぱりその紙面デザインのところに行きたいなって思ってて、すごいね、まあ、デザイン事務所とかを今考えてます。うん、すごいね、でもそういうのも競争率は激しいだろうね。激しいんだね、はい、やりたい人多いんだ、はい、21歳で3年生ってことは あと1年。そうですね、はい。でも3年生ぐらいからもう就活って始まる？今、準備真っ最中っていう感じです。まあでも、はい、もうそうなるともう事務所だからもう自分がこう立ち上げるっていうこと？自分でですか？そこまではちょっと考えてなかったですけど。起業するっていうのはそんな考えてなく。はい、起業する人もでもいると思います。はい、あ、そういう事務所に入ったりね。なるほどね。え、はい、なんか恋愛はしてるの？彼氏はいるの？あ、いません。あ、いないんだ、はい。なんかそういう美大とかってさ、うん、おしゃれな人とかさ、完全に偏見というか、うん、イメージだけど、うん、なんかかっこいい人とかすごいいっぱいいそうな感じするけど、スカート履いてるあの彼氏がさ、あ、ヒラヒラしたやつ、あとなんかいろんなとこにピアス履いてて、ね、ああるね、ピアス履いてる子はいっぱいいます。入っとんねや、口とか。あのまぶたとかいろんなとこに開いてる子いますけど、うん、まあ結構いっぱいいるのでそんな珍しくはないと思います。そっか、なんか美大といえばそこに開けなきゃいけないみたいな、なんかね、そういうイメージがある。千鶴子さんも開いてるの？私は左耳に1個だけ開いてます。あ、僕もね最近右に開けたんですよ。酔っ払って勢いで、うん、あのね、うん、ピアス、あの僕アンゼッピンで開けたんですよ。マジで？左耳痛くないですか？え、痛かって学 学生時代、青春みたいだね。学生時代ね、氷で冷やして、あ、本当にその時代に、そう、アンゼッピンでギューってやって、うん、開かないっつって、俺ちょっと熱いの、分厚いのよ、うんうん、開かないっつって、未だにあのすごいね、歪んでんねんけど、うん、で歪んでるから、あのもう通らないの、普通のピアスが、うん、でピアらない、いや、じゃあピアらないじゃない、通らないからっつってピアスのボディピをボディピにして広げていったの、うわ、で俺結構ゼロゲージぐらいまで広げて小指入るぐらいになったの、うわ、うん、だいぶピアったね、ピアったでしょ、だいぶピアったじゃん。でピアった結果今ちっちゃくなってんけど、ああ、なんだ、ピアった結果ちょっとピヨってきちゃったの、ピヨってきちゃった。でもう最近ね、なんかちょっと、あ、もうこっちも開けてみようかなと思ってカチンって、あ、こっちもピアったんですけど、ピアったの、あ、そう。え、最近ピアったのは安全ピンとかじゃなくて、ちゃ なんかちゃんとね、ちゃんとピアス初めて使ったんですよ。ああ、そうなんだ、うん、結構そうなんだ、簡単にできるんだね。簡単にできる、やってみたら簡単にピアれるんだね。ピアったことない。俺ピアったことない。ほら、ピアった方がいいよ。マジで？俺結構ね、いろんなとこ安全ピンで開けて失敗したから。うわー、痛そう。うん、痛かった。え、耳以外にも？なるほど、ピアったことある。耳の軟骨も、あの、うわー、軟骨ピアっちゃった。軟骨ピアった時とかね。あと一番ひどかったんね、あの、へそピーしようと思って。へそピー、へそピアし、へそピアしちゃった。へそピアしちゃったの？へそピアはね、もう分厚いから、ギューってもうね、3時間ぐらいやって。うん、3時間はい。拷問みたいじゃん。そう、結局ね、なんかもう、あれにあれて。あれにあれ。うん、もう、バーンって破れてんけど。破れて？はい。もうそんなことはごめんなさい。どうでもいいんだけど。千鶴子さんの話。千鶴子さんの、はい。もうちょっと時間なくなっちゃうから。やっちまった話を教えてもらっていいですか？はい。私はヌードデッサンの授業でちょっと失敗しちゃった話なんですけど。何ですかそれ、興味あるな。かなり興味がありますよ。まあ、今日ヌードデッサンの授業があって、まあ、学校に、あ、今日です。うんうんうん、行ったんですけど、うんうん、まあ、その授業はその外部からそのモデルさんが来てくれて、うんうんうん、その方を、中央にその台に乗ってもらって、まあ、生徒が。本当にやるんだ。まああ、やります。テレビとか、なんか見たことあるけど。女性で、生徒がその周り囲んで、その、黙々とデッサンする授業なんですけど。モデルさん女性？
今日はあの2人モデルさんが来てくださって男性と女性1人ずつだったんですけど、マジで？はい、マジでどんな、はい、すごいね。モデルの人ってお金もらえるのかな、それで。でも結構いい体してるってことよね、きっと。そうですね、はい、ミケランジェロみたいな感じ。ダビデ像みたいな感じ。まあまあそうじゃない。そうですね、ムキムキでした。ムキムキなんや。マジか。で来てくれて、その人を元にデッサンするんだ、はい、あ、そうです、うん、で、まあ教室の、隅の方にそのモデルさんが着替えて着替えてもらうスペースがあるんですけど、うん、まあ、そこからまず女性が出てきて、まあ、そのモデルさんっていうのを普通その台の上に乗ってからそのお洋服脱がれるので。あ、そうなんだ、本来ね。あ、はい。で、まあ、そのすぐ、まあ、裸になるので、その脱ぎやすいのを一枚なんか羽織った状態とか、うん、まあ、そのバスローブみたいなやつあとか、T シャツとかズボン、 T シャツとズボンだけとか、そういう簡単に脱げる思いっきり言うたな、うん、おいでおいで簡単にその脱ぎ着できるようなところで出会えるんですけど、まあ、女性のモデルさんは、うん、その今日はその簡単に脱ぎ、そのこうワンピースで出てこられて、それで、まあ、その後男性が出てきたんですけど、そのちょっと男性の格好がその今まで見たことないような服装で、今までの方とかはなんか浴衣着てこられた方とか、脱ぎやすいズボンとか、はい、そのままね、シュルッといけるような、はい、って感じなんですけど、うん、ちょうどその男性の方はその大事な部分だけをそのすごい面積の小さい布で隠してなんだろう、それがその両肩にか、うん、なんか細い紐でつながってるみたいな。ほんまね、もうそれの方が恥ずかしいかな。ふんどし格好でこ来られて、うん、はい、ふんどしってこと？ふんどしじゃないですね、なんか、なんて言うんだろう、布で隠されてんのね、それが。進化した感じの、うん、スタイリッシュな感じなんですけど。スタイリッシュ、それをスタイリッシュと呼ぶの。それで、うん、で、まあ、それ、そんな格好で来られた方、なんか今までいなかったので、すごいびっくりしたんですけど、うん、まあ、そのまま女性のモデルさんをデッサンする時間になって、うん、まあ、みんな一生懸命こう書いてるんですけど、その書いてる生徒の後ろ、こう、その男性のモデルさんが、こう動き回ってこういろんなみんなのこう描いてるのをこう覗き込んだりとかぐるぐる回って、そんなにいらんことするね、うん、で、まあ、なんだろう、その人仕事には関係ないことね、うん、それ、うん、その時点でなんか、あ、すごい奇抜な格好で来られたなっていうのと、すごいその後ろから見られるっていうのも初めてだったんで、すごい幸せを描きながら描いてたんですけど、うん、そう、それがその女性の時間が終わった後にまた男性のターンになった時に、まあ、うん、その奇抜なパンツみたいなのを脱がれるんですけど、うん、その時に初めて、その今まではそんなこと全然思わなかったんですけど、初めてその部分にちょっと目がいってしまって、うん、あ、なんかちょっと小さいなってなんか余計なことを思ってしまいました。何と比べて思ったやん、それは。親父とかか。いや、違う。今までもなんかやったことがあるんじゃない？デッサン。あ、そうです、今までられた男性の、今までのデッサンの人と比べてね、うん、はい、いや、それ全然やっちまってないやん。それがやっちまったあれじゃんの？ちっちゃいなと思ったのが。それはなんか今までまあそういうその状態を見てきても、その特に何も思わずに、そのただモデルっていうか対象物として認識して書いてたので、特に何も思ったことなかったんですけど、初めて感情が出ちゃったの、そこに。そうです、ね、市場を挟んでしまった。出るね、出るね。ええやないか、それ別に。人によるんやから。そうなんや。あ、はい、それがやっちまった話なんだ。はい、なんだ、別にね、それはでもそれはそのちゃんとその通りにデッサンしたんでしょ。まあ、はい。それを変に持って書く必要はないわけだからね。だって、いや、分かるね、その人が普通やったかもしれないよ、今までの人が結構。ああ、平常時の割高で、割高で、割デカで、割デカ。言い方が分かんない、だって人によるからね。そうですね。その平均値なんてさ、だってその学校に来た人の平均値だけであってさ、そう。そうですね。すごいよ、もしかしたらもっとポークビッツの人とかもいるかもしれない。すごい好きだったけどね、俺。お弁当のおかず。ポークビッツ。ポークビッツ。懐かしい、ね、ポークビッツってなんで下ネタなんていうのかよく分かんないけど、うん、確かにそういうことやったよなっていう。でも男性の場合はさ、うん、まあね、その平常時の部分とさ、変身それで変わったりするもんね。仮面ライダーみたいな、ね、仮面ライダーみたいなのが起こるから、うん、だってその今日千蔵さんが見た人も必ずしも小さいとは限らないよ。いや、だからそうかもしれない、うん、
そうね、だから言ったら返信後のことを想像してるわけじゃないからさ、彼女は、うんうん、そうかそうか、そうそう、その状態しか見ることないわけだからね、うん、でも絶対的に言ったりするよね、俺は返信後すごいんだからっていう男性あるあるだよね、それ結構みんな言うよね、うん、風呂場とかにあの温泉とか行ったら結構言い合わない、全然もう気にしないタイプですか、何がですか、あの温泉とか行って、あ、僕全然気にしないですね、あ、そうなんや、うん、あれ全く隠さないです僕は、もう絶対隠します、え、意外何にも見られたくない俺、あのじゃあ巻いて巻いて入る、巻いて入るし、うん、まあいいねんけど嫌やねん、どのいやもうだってもうそこはさ、うん、もう俺家族でもそうやねん、あ、いや家族は俺も見られたくないかな、だから知らん人やって思うからいいわけでしょ、うん、そんなんもうそういう人たちこそ何言うか分からんわけやから、あそういう人たちも顔よりもそっち見てるからね、うん、確かに確かに絶対嫌やね、ああそれはあくまでもなんかうわあそこに大倉忠義いるよっていうのもありながらってこと、いや別になくてもね、うんうん、なんか俺そういう心理状況が嫌いで、うん、なんかその大小でね、うん、なんか男の良し悪しを決めてるような気がして、あ、そういうやついる、そう、うん、なんかいるいる、もう俺買ったやろみたいな、うん、なんかそこをチラッと見られてふってこう不敵な笑みを浮かべられるようなっていうやつも絶対にね、うん、もうそこに自信を持ってるやつとかっているわけですよ、いるいる、だそういうやつがね、うん、そのどれだけ社会に貢献してるんだと思うんだ社会貢献度、社会貢献度、そこの大きさとそう、でもどこにね重きを置くかと思うんですけど、うん、自分がどれだけ社会に貢献してんだってそれ考えてないかもしれないけれども、うん、仕事する上では社会に貢献してるっていうのは一つのモチベーションね、そういうやつがね、うん、なんか別に大して社会に貢献もしてないのに、うん、いろんなやつとねもう銭湯に行ってね俺の方が勝った勝ったとかって思ってるやつなんてね、うん、もうすごいメンタリティーだと思うわけ、そうだね、そうだよと思うよ、うん、そうなのと、かなり人生それだけでいいのって、うん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 、なんかもういろんな会社入ったとしても、うん、いや俺は買ってるんだっつってこいつがもし仕事できなかったらさどう思われてんだって、そうだね、じゃあその人はもう もう外的要素しかもう求めてないわけじゃない、うんうんうん、その思ってることに関しては、うんうんうん、もうこの人たちに認められたい、ただ俺はこれでは上だ、うん、っていうことでこうもうなんか折り合いつけてるわけじゃない、うんうんうん、じゃあそういう以外のところではどうなんだと俺は思うわけよ、うん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 、だからもうどんだけこのサイズがどうであれとも、うん、こう俺はこうガンってやって、うん、なんか俺はこうなんだって言っている人に関して、うん、あんまりいい印象がないんですよ、あちょっと待って、でも俺そんなつもりで出してるわけじゃないよえそうなの、俺は違うよ、いやだから、うん、別にサイズ関係なく俺は、うんうん、そこはもうつつましく隠しておいてほしいんですよ、あみんな、そう、あみんな平等に、なるほどね、もうそういうマナーにした方がいいってこと、そう、何にも隠してないおっさんとか、うん、なんかもう何にも考えてないやろなっておっさんどうでもいいけど、うん、それ俺だわ多分、うん、あそこに入れといて、うん、俺の、うんうん、分かる分かる、はい、ただやっぱでもそういう人もいるわけなんですよ、分かる分かる分かる、うん、そこの大きさで何か人生の大きさが決まっているかのようにね、そうそうそう分かる分かる、いやでもこれ結構面白くて、うん、なんかまあ本当これはもう絶対に名前は出せないが、うん、ミュージシャンとかすごい僕が尊敬する人たちと、そういう男だけですね、うん、こうくだらない話をしてお酒とか交わしてると、うん、たまにそういうさ中二のような下ネタみたいになったりするときに、もしもその俺がっていう、うん、そのある人が言うわけ、うん、俺があそこがもうすごく立派で誰しもなんだ喜ばれるような、うん、人を感動させられるのはあれを持っているならば、はい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 、歌は歌っていなかっただろうっていう人すげえ多いのよ、ああだからそれはコンプレックスになってるみたいな、そうだから要は自分は人として男として、うん、原始的レベルの話をすると俺は弱いと、あ俺は何もそういう何か誇れるものが自分の体に一つもない、だからこそ、でも生命力とはまた別やからね、まあ、生命力とは違うかもしれない、それはね、ちっちゃくても生命力長生きする人いっぱいいるだろうしね、 そうそうあそこは短くても人生長いっていう人いると思うなんてこと言うんだ、うん、そう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 、だからそういうところで言うとですね、うん、今日の千鶴さんのその書いた人っていうのは、うん、あそこはだからその千鶴さん的に言うと
あまり大きくなかったっていうふうに思ったかもしれないけども、そこまでの立ち振る舞いとかだいぶ大きかったじゃん。だってそうです、ね、ただのモデルさんなのにさ、つかつかとその部屋中大きさとか小ささとかでそんな何も思わないですよ。なんかこうでもさ、その前の行動が気になってたやん。その後ろ、そうです、あのそう、どういう絵描いてんのかっていう見てんのがなんか気になってたでしょ、千鶴子さんは。ああ、そっちの方が、あの、そんな、モデルさんってそんな近い距離に来ることが基本ないし。だってもうほとんど裸みたいな格好で歩いてるってことだもんね。そうです。しかもその、千鶴子さん曰くスタイリッシュな何かを身につけてね。歩いてるわけでしょ、際どいものを。だからさ、うん、その、一番オチがさ、サイズがそうやったっていうオチやったじゃない？うん。ああ、はい。でもさ、そこがメインやないやんか、クライマックスは。その人がなんかもう見られる、はい、普段見られたこともないような、うん、自分がデッサンしてる姿を見られてるのに気になってたやんか、うんうんうん、だから俺なんでそれが気になったんやろと思って。確かに自分がどう描かれるのかっていうよりも、その人はもしかしたらそれにさあんまり来たことなくてそれに興味持っただけかもしれないでしょ。確かに。いや、でもどうかな、その方モデルとあの講師の方を、講師を兼ねてる方だったので。講師も兼ねてんの？あ、そうです。なんか。じゃあ、裸で教えてるってこと？で、だから、そうです。講師の才能はあれへん。半分はもう、自分裸じゃないと儲けられへんっていう。そうやん。なんか、最後の最後で意外な事実が明らかになった。意外やな。先生だったんだ。ごめん、なんか俺らだけで盛り上がっちゃったけど。盛り上がっちゃった、千鶴子さん。ありがとうね。あ、はい、うん、美大頑張って、デザイン頑張ってね。頑張ってね。 ありがとうございます、うん、Ladies and gentlemen、 オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、イライラじゃんけん。自称平和主義者を名乗る僕たち二人をあえてイライラさせることで、その実態が人と接する時間を惜しんでひたすら課金を繰り返しているだけであることを暴き出していくこのコーナー。おいおいおい。どんだけ課金したと思う。それは言えません。言えない。言えるわけじゃない。言えない。トイレの修理代なんかどうでもよくなるぐらいの額を僕は吸い込んでいますよ。大倉チーム、高橋チームに分かれて、大倉チームには僕、高橋優がイラッとしそうなこと、高橋チームには大倉くんがイラッとしそうなことを送ってもらい、それをお互い一ネタずつ紹介、相手の挑発を受けても全くイラッとしなかったら、逆にまんまとイラッとしちゃったら、この音で判定していき、相手をイラッとさせたら1ポイント獲得で、そのネタを送ってくれた人には番組グッズの一郎をプレゼント、はい、先に20ポイント獲得すると相手に罰ゲームを受けさせることができます、はい、罰ゲームは大倉くんが蛍光灯でぶん殴られる。寝技の蛍光灯。高橋くんが、各局各局高橋くんが各局各局すべてが、事務所の偉い人の、インスタ映えしねえなの一言でボツにされる。曲やから。それは写真に写んないか。俺ストレスたまるわ。本当に、写真に入んねえなって言われてる。ねえ、むちゃくちゃなこと言われることあるからね、本当に。あるよ、あるよ、まあ、来週ね、詳しく見ましょうか。僕の周りは本当に素晴らしい人たちで、そういうスペシャルにしましょうか。いや、ただいまお送りしている第8シーズンは前回までのところ大倉チームが6ポイント、高橋チームが5ポイントとなっているんですが、今週はこのポイントどこまで伸ばせるのか、まずは先攻後攻決めましょう。はい、じゃんけんです。最初はグー、じゃんけんチョキ。あいこでパー。あれ、あいこでグー。チョキ、よっしゃ。絶対にゆうくん、パーチョキってきたらグーって言ってくれるよね。さすが、グーってなっておいおいっていうのにしなくてごめんね。いや大丈夫大丈夫。俺今勝ったんだよね。俺今勝ったけど大倉さんがよっしゃって言ったから。そうね、混乱しちゃった。間違えたね。じゃあ高橋チームからいきます、はいはい、大阪府豊中市で聞いてくれてる、うん、ゴールドボールさんからいただきました。うわー、もうめちゃくちゃなってきたの。いきますよ、うん、長い時間をかけてこれぞという作品を見つけて、うん、クリックした先で画面に表示される This video has been deleted の文字。最悪やな。ああ、ありがとうございます。何があったんやってやつね。そう、何があったんやこの動画見たやつ、ね、それをでも見たかったわけだからこっちは。誰が消したんや、誰が消したんやって。でまたなんかそういうのに限ってなんかやたらく、ローディング長かったでしょ。長いね、くる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 ってなって、しかも なぜか英語なのよね。あ、そうそう。
This video has been deleted. いやいや、そうやね。なっちゃう。そうそうそう。この動画削除されましたって、なんでそこは翻訳してるの。なんでワールドワイドに伝えてくれるんだろうね。そうそうそう。なんかもう消されちゃったから、日本企業もういいや、みたいになっちゃってるみたいな。ワールドワイドの映像見ようとして。何 MM ももうどうでもよわってなっちゃってなっちゃってなっちゃうからなっちゃってだからあんまりデリートしないでって思うかもしれないけどまあね事情もあるでしょうけどもまあねまあまあまあ、ね、見れないというところそういうのはね、ええ、そういうのが嫌だったらお金払ってみようよっていう話です、ね、そういうことですあ、ね、そういうことだね、はい香川県、26歳上子はい、彼女の特技が、うん、おならで愛子のカブトムシを演奏できるサビをずっとサビずっとカブトムシってことは通行申請の高いかかわいいじゃんたまに嫌じゃないずっと聞かされるそれをさ外さないでやれてたらすごいけどねいやすごいけどちょっとやっぱり半音ずれたりするのプップップッププッ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 って最後音決まったけど最初ちょっとずれてたんだよ気になるやん、そういうの。プー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 。プープー高いところ難しいから、やっぱり。高いところなんかやっぱりちょっと締めなあかんから。腹立つやろ。プー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 あーって。あーって途中で。やりすぎて、あーって。頑張れって思っちゃう。お前イライラじゃなくてもう芸術ですよ、それはもう。プールに走っていじゃあ、高橋。何しよ高橋いきますね。はい、三重県伊勢市で聞いてくれている、七色ワセリンさんから。いきます。いやね、その名前。自称、帰国子女の女が、さっきからずっと、カカロットのことを、カキャロットと言ってる。まあ、ムカつく。いやいや、だって、帰国子女やから、カカロットのことを知らんと思うのよ。ね、で、周りの人たちが、カカロットって言ってることに関して、ちょっと、発音悪いやろってなんかちょっと一個思ってるでしょ自分なりの帰国子女感をそうそうカキャロットいやなんでそれをちょっとあのなんやろ単語に直せたのかなってムカつくよねムカつく僕が大好きな愛してやまないドラゴンボールのね、うん、孫悟空のサイヤ人ネームですけどいやでもね結構帰国子女の立場になったら難しいのかなと思うの逆にねああカカロットっていうのが日本英語にしなきゃいけないでしょ日本に来たら日本人が好む英語にしなきゃいけないってことは、うん、そうだねそうでしょうん、うん、そうかもしれないだからキャロットって言っちゃなんかキャロットって言わなきゃいけないってことでしょうんうんだからキャロットって言ってあっちで言ってんのにあキャロットこっちで言ったらキャロットって言わなきゃいけない、うん、キャロットってまず言うなと思うけど、うんうん、でそっちに直さなきゃいけないってことじゃないですか、うん、だからそれはそれで大変やなと思うけど、うんうん、なんか嫌やねそうだよね、うんうん、ベジータみたいなそっベジータで何も L も R も何も入ってるんですよピコロあーまあそれはそれそれはいいけどベジータ俺ちょっとおかしくないトランクスまあ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 いやいやいや俺それは言えねえけどベジータ腹立つタオパイパイいやだからそれもベジータ一緒すいません新潟市ちゃんにぎ高校3年生はい一日の終わりにベッドで横になりながら、うん、大好きな10連ガシャをするために課金した瞬間金縛りに遭う、うん、やな俺の唯一の楽しみを取らないでほしいの、うん、いくら幽霊とはいえ、うん、だから、うん、10連ガシャみたいなパンと押した瞬間に、うん、ガンってなるわけやから携帯とかも落ちるわけよ、うん、だからもうベッドの下に落ちてなんか分からんけどピュンガシャみたいな音だけがもう10回でピュンガシャ何当たってんの覚えてるね大倉さん、うん、10連ガシャの音覚えてるヒュードーンあ, そうあれはだって10連ガシャだってあのゲームだけじゃなくていろんなところであるから10連ガシャっていうのはあそっかそっかそっか、はい、そっかそれはちょっとその愛してやまないドラゴンボールのことしか知らないけどもそうドラゴンボールじゃなくてもやっぱ10連ガシャっていうんだいっぱいあるんですよそうかそうか 10個ね、うんうんうん、ガチャガチャ当たるやつなかなか10個じゃ当たんないんだけどね10個じゃ当たんない 10連ガシャ10分の1、うんいいやつレアが当たんねんけど、うん、でもスーパーレアみたいになってくると100分の1ぐらいね
あーってことはやっぱり10連ガシャを10回やってようやく、ね、SSR 当たるとかそれぐらいのレベルじゃない、うん、そうねだからまあ、うん、もう最低何万かはね飛んでいくピラピラーとね一晩でね、うん、それが最中金縛りって言われちゃったらそれは泣きますよ。それが一晩で消え去ると思ってみなさいよ僕はスーパーレアを集めてましたよ自分のポケットの中に。そうでしょ、ビャーってやってる。ああそっか、大倉さんね、災難だったよね。もう一回やらない？そうだな「オールナイトニッポンサタデースペシャル」、大倉くんと高橋くん、東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ今週も生放送でお送りしてきた大倉くんの高橋くん、はいはい、エンディングから、エンディングなので僕たちからのお知らせです、はい、まず大倉から、はい、関ジャニ∞のニューシングル応答せよが好評発売中でございます、はい、そして今度の水曜日夜7時から 2017FNS 歌謡祭第1夜に出演します、はい、こちらでは関ジャニメンバー全員がいろいろなアーティストの方とコラボをしますのでお楽しみにということで、はい、であとは、泥棒役者丸山くんの、主演映画がまだまだ公開中なのでよろしくお願いします。はいはい、はい、そして高橋優から、ニューシングル「ルポルタージュ」が発売中です、うん、アクサジャパン CM ソング羅針盤を含む全4曲入りです、うん、そしていよいよ今週、7日の埼玉県三郷公演より、全国ツアーロードムービーがスタートします。お来年の3月まで、全37公演です、うん、今まで行ったことない地域、まだちょっとしか行ったことない地域などなど今回たくさん行かせていただきます。島根県、佐賀県、長崎、宮崎などなど行かせていただきます。いいね、チケットは一般発売中でございます、うん、ぜひ、ライブでお会いしましょう。そしてこの後TBS カウントダウン TV のアーティストファイルのコーナーに出演させていただ、先週に引き続き2週連続で出演させて、見た帰りに、マジでありがとうございます。あの路上ライブしてたよね。あ、そう、溝の口でこんな感じでっつって、そうちょっとあれ本当に段取りにないことを急にやらせてもらっちゃって、ね、使ってもらえて嬉しかった。恥ずかしそうやったね。ちょっとあの控えめにやろうと思ってやったんだけど、うん、でも結局熱く歌わせてもらっちゃったりしたんですが、はい、今日はあの「素晴らしき日常」っていう、うん、僕のデビュー曲テレビで披露させていただきます。わデビュー当時ね、こう言っちゃあれですけど、そんなにデビュー曲でしあのテレビに出るっていうことはあんま僕してなかったので。あ、そうなんだ。そうで大好きなそのカウントダウン TV という番組の中で、うん、自分のデビュー曲の素晴らしき日常を歌えたことが個人的に結構やなんか嬉しくて。そうね、かなりあの熱くというか、何年越しにというような、そうです、7年越しぐらいの思いで、あの精一杯歌わせていただきましたので、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。ぜひぜひ、はい、この後ですぐです、この後すぐ出させていただきます、うん、ぜひご覧ください、うん、よろしくお願いします。すごいね、あのこの番組ってさ、ラジオのことを、じゃあテレビのことを堂々とラジオで宣伝するからこれで脱却やめてないの？ダメなんですか？大丈夫？いや、もうもはや何もないらしいんです。もはや何もない。でもテレビでラジオのことを言うように、ラジオでテレビのことを言うって、なんか真逆なような感じするよね。そうだね、確かに、うん、だから始まった頃なんかいいんですかって、でもいいんじゃないみたいな、なんか時代はもう移り変わってる。時代は移り変わってるんだね。そうですね、そうだね。まあまあちょっと言っちゃいましたけど、いやだからこういうね、聞いてくださる方はここわざわざチャンネル合わせてくれてるわけですから。本当だね。ね、ありがたい話ですよ。そうですよ、我々のねトイレの話だとか。そうですよ僕ね今日嵐さんのライブ見に行かせていただいてたんですよ。おお、それをねもう5秒しかない間に言っちゃうっていうどうでした？最高でした。おお、やっぱり先輩最高でした。ああ、そっか、やっぱ先輩に当たるわけ、うん、俺にとってはね。一緒に村上君行ったんですけど、どう聞いたんですけど、僕はうん嵐先輩なんで、うん、嵐さんおやすみ。